こんにちは MB です今日は11月26日夜9時から11月27日夜11時まで発売する MB アルティメットファブリックアメリカンシーアイランドコットンカットソーについて解説していきます税込1万7000円で発売する今回の半袖 T シャツ 半袖 T シャツで1万7,000円って相当攻めてる価格だと思うんですけどこの理由についてしっかり説明していくとともにですねこの動画でコットンの素材のお勉強にもなると思いますので是非最後までご覧になってください。はいというわけで今回はアメリカンシーアイランドコットンカットソーですねこれ今年の1月1日だったかに出して大反響を得てですね 長袖も出して今回また半袖の2回目の販売という形になります。色は白と黒 このベーシックの2色に加えて、えー、ダークブラウンとベージュカラー、ヌードベージュのベージュカラーですねの計4色展開で、えー、やらさせていただきます。えー、この4色はですね前回長袖展開した時と全く同じ色展開なので半袖も欲しいなと思ってた人にもちょうどいいんじゃないでしょうか。で、まあ17,000円なんでするのかとか、まあ、半袖の T シャツって市場にたくさんあるけどなんでわざわざ作ったのかみたいなことを丁寧にちょっと1個ずつ説明していきますね。 まずですねシーアイランドコットンアメリカンシーアイランドコットンって現存するコットンの中でも世界最高にいい素材と言っても全く大げさじゃなくて、えー、本当のことでございます、えー、コットンのですね綿の品質を左右する大きな要素の一つとして綿花から取れる繊維の長さこれが一つあのコットンの良し悪しを決める大きな要素の一つなんですね だからその高級ブランドの,その販売サイトとかで商品紹介見てると「超長麺」「超長い麺」みたいなことが書かれてると思うんですけど「長い麺」って何ぞやって思うかもしれないけど「麺下から取れて繊維がどれだけ長,く長いか」っていう「超長く取れるもの」「長く取れるもの」みたいな長ければ長いほど高級麺であるとされてるんですね。まあ、すごくく繊維が細くて まあ髪の毛と一緒ですね繊維がぐーっと細くて美しい光沢が生まれる例えば女性のこう細い髪の毛って集合体になるとものすごいきれいなキューティクルが出るじゃないですか逆にその太めの男性の髪の毛って集合してもゴワッとしていてあんまりキューティクル光沢って出ないですよね。 腸長面ってそれと同じでグーッと極細で麗なこな風合いが出るような光沢感がシルクみたいな光沢感が出るのが腸長面の大きな特徴なんですけどコットンの繊維の長さってものは、えー、明確に定義されていて 21mm 以下のものを単繊維単繊維面と言いますね 28mm までのものを中繊維面 28mm 以上のものを超繊維面というふうに分類されているんですけれどもその超繊維面の中でも特に超超,超,超,超繊維面 <laughs> ちょっと日本語難しいですけど超超繊維面が 35mm 以上のもの。 といいう,うに定められているんですねで、まあ、こんなふうに長ければ長いほど高級,高級麺とされていて希少麺とされているんですけれども、まあ、いっぱい種類ありますねアメリカのスーピーマ麺だったりとかエジプトのギザコットンだったりとか中国の新疆麺だったりインドのスビンコットンとか、まあ、本当にこういろんなブランドでよく聞く高級麺の種類高級コットンの名前だと思うんですけどお洋服好きな人だったら散々聞いたことあると思います。 まあハイブランドでも例えば1枚2万円とか3万円ぐらいするカットソーでもスビンコットン使ってるものとか多いと思うんですけどそのスーピーマもギザも新疆も、あのー、スビンも全て超えてシーアイランドが繊維長長としては一番長いんですよ世界最長の繊維長を持つのがシーアイランドコットンで,でアメリカンシーアイランドコットンはですね今回使ってるアメリカンシーアイランドコットンはその意味で世界最高のコットンと言っても過言ではないレベルなんですね。 で実際にじゃあその世界最高のコットンってどんなものかって言われるとこれ実は前回発売して、えー、皆さんにお届けしてからですねイベントでも言われるし Q&A でもライブ配信でもすごく反応もらってるんですけど。 こんなコットン見たことないってみんな口を揃えて言ってますとシーアイランドコットンの T シャツっておそらくほとととんんどの人たちが初めて触るるびっくりすす思うんですよ僕もシーアイランドのコットン初めて触った時にあこんな素材が本当に世の中にあるんだって思うぐらいシルクみたいに光沢がむちゃくちゃあるんですけれどでもコットンのいわゆるコットン T シャツのしっかりした厚さみたいなものは維持できてるのね。 シルクだともうちょっと薄かったりとか頼りない素材感だったりとかレディースっぽかったりするけどメンズっぽいしっかりした膨らみのある生地感なんだけどシルクのこの繊細な光沢感を持ってるっていうのが世界最高と謳われるシーアランドコットンの大きな特徴だと思うんですが我々はこのアメリカンシーアランドコットンの素材をそのまま使うだけじゃなくて加工をですね、生地に対しての加工もしっかりやっています。 何してるかっていうと,、えー、と2つあってバイオ加工とシルケット加加工工の2つを行ってます、えー、バイオ加工はまあバイオの酵素を使って毛羽を落としてくれて光沢をさらに強めてくれたりするんですけれどもシルケット加工も同じですね化成ソーダとかの薬剤で毛羽を落として糸が持つ光沢感をさらに強く引き出すのがシルケット加工です。 シルケット加工って一口で言ってもいろんなやり方があるんですけれども我々はこのバイオとかシルケットをえと通常の倍の濃度でさらに通常の倍の回数でバイオとシルケット加工しているのでただのシーアイランドコットンではなくてさらに高級仕様の整理加工を施しためちゃめちゃ手間のかかる整理加工を施した究極のアメリカンシーアイランドコットン素材として作り上げました。 でアメリカンシーアランドコットンじゃあみんなどのブランドも使えばいいじゃないかって思うかもしれないけどこれが面白いことにアメリカンシーアランドコットンは流通量も制限しているので扱ううブランドっってていうのを限ってるんですねだから彼らが認めてる契約して認めてるブランドっていうところだけに下ろすようにしているのでどのブランドも絶対自由に使えるってわけでではないんですね我々も繊維商社のスタイレムさんを通じて 僕らにえ何とか使わせてくれないかっていうところの打診をしてですねしっかりその契約関係において許可を得てですねアメリカンシーアランドコットンを使わせてもらっていますなので購入するとですね、まあ、あのこの T シャツの内側にもアメリカンシーアランドコットンのロゴが入ってるんですけれどもなんかプリズムのその下げ札みたいなのが一緒に同封されてくると思いますけれどもシーアランドコットンはもともとが生産量と流通量が極めて少なくて限定されているので誰でも使えるのではなくて認められたブランドしか 使えないので実はハイブランドとかラグジュアリーでも使えないところがあるぐらいの超希少素材なんですね。 それを我々は半袖のシンプルな T シャツっていうところに落とし込んで究極の T シャツを作ってみようということで今回アルティメイトファブリリックシリーズ僕らがやってる m b アイテムの中でも究極の素材を使うアルティメイトファブリリックシリーズの中でで作ったという感じですねこれあの本当にラグジュアリーとか見てもらうと分かるんですけどアメリカンシーアランドコットンを使ったカットソーとかってとんでもない金額するものが結構あるんですけど我々は D2C 形式で作ってるのを僕だしこうやって選 宣伝してんのも僕だし届けるのも僕だしっていうところで仲介業者を基本的に挟まないように可能な限り挟まないようにしてる理想的な D2C の関係でや,らやってるので1万7,000円これ前回1万5,000円だったんですけど今年の1月1万5,000円だったんだけど為替の状況とか原材料の。 高騰とかもあって1万7千円がギリギリぐらいになっちゃってます。ただまあ為替の市場とか見ても分かる通りなんですけど1万7千円2千円アップ本当にごめんなさいだけどギリギリでやらせてくださいや,やってこのぐらいなので勘弁してくださいってとこなんですけど1万7千まだまだ全然安いと思います。他ブランド見てもこのぐらいの価格で買える生理加工もこうバと濃度を使ってですねバイオ加工とねシルケットをやってでアメリカンシーアランドコットンでっていうのはなかなか出せないと思います。 でえっとこれ前回もよく聞かれたんですけど発売の時によく聞かれたんですけどこんなに希少な素材で洗ったりできるのか普通の洗濯機で洗ったりできるのかっていうのも聞かれたんですけれども基本的に家庭用の洗濯機で普通にケアしていただいても大丈夫ですしシルケットとバイオ加工のおかげでややしわになりにくくなっているので普通にガンガン洗ってアイロンとかスチームかけないでそのまま洗いざらしで着てもらうことができます。なのののでで通常のユニクロとととかか GU 買っている安いその半袖 T シャツと同じ ようにガン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 ヘビーに使ってですね、えー、洗って乾かしてアイロンもかけずに着てっていう風にいわゆる一般的な t シャツと同じように扱っていただければ全然問題ありませんただこの綺麗なこのシルクの光沢感シルク風の光沢感っていうのがアメリカンシーアランドコットンの大きな特徴でもあるので本当にこう綺麗に着たいっていう人はもう本当ここぞっていう時は 軽く首元だけスチーム当てたりとかあの袖とか裾の部分だけスチーム当てたりとかするとよりピシッとした雰囲気がニットみたいな雰囲気がで,できると思いますので。 光沢のあるハイゲージのニットみたいな雰囲気になると思いますのでもう本当にデートのとっておきの時とかは、まあ、スチームとか当てたりしてもいいと思いますけれどもそのままでも十分シャキッとした光沢のある張りのあるシーアランドコットンの雰囲気が出せると思いますからピシッとプレスししてててききももそのままま洗いいざざらしてきても、OK、でございますデザインとシルエットに関しては一般的な T シャツを考えてもらえばいいんですけどややリラックスぐらいにしてあります、えー、せっかくの光沢のあるあの素材感なのであんまりこうシワが入っちゃうとタイトフィットにしてシワを入れてし てしまうと若干その光沢の良さってのが分かりにくくなると思ったのでリラックスサイズにしてあんまり体のラインが出ないようにすることそれをそうすることでシェアーランドの綺麗な風合いが出せるしよく見えると思いますのでややリラックスぐらいのサイジングになっていますビッグとまでは言わないですねリラックスぐらいですね体の線を拾わないので30代以上のちょっと体のライン崩れてきたような男性とかでも全然使えますしまた女性がちょっと大きめのサイジングで合わせて着るっていうのも全然ありです前回も 女性の購入者結構多かったですねで首元なんですけど、えー、通常こういう半袖の T シャツってユニクロとか自由とかもそうですけどグッてこう締まってる首元のものが結構多くてそうすると顔がだいぶ大きく見えちゃうから少しこう首元を開けてですね小顔効果、まあ、首元こう開いてるとこの首の面積少し広くなるので顔の大きさっていうのは強調されにくくなるんですよ。 なのでここを少し開くことで顔もちょっとだけちっちゃく見えるしなおかつ少しこう色気も出てくれるのでわずかにに広げたデザインにしてありますこれ本当に細かいことを言うと1月1日に発売したシーアイランドコットン2023年1月1日に発売したアメリカンシーアイランドコットンの T シャツと比べてわずかに首の幅をちょっとだけ狭くしています。 もう本当に気づくか気づかないかぐらいのレベルだと思うんですけれども比べたら多分わかると思うんですけど、まあ、前と同じようなあのサイジングでもよかったんですけどほんのりもうちょっと狭い方が多分そのオールシーズン使えるかなと思ったんで夏場だけだったら多分前のサイジングでもよかったと思うんですけど少しこう寒くなってきたその晩夏だったりとか。 もしくは春の終わりぐらいに着るには若干寒々しいかなと思ってもうちょっとだけほんのちょっとだけ首を詰めたので、まあ、そういう微調整もしっかり行っています。え前回ですね1 1月1日にに発売したた言われたのが あのもっと強く言って欲しかったっていうのはすごい言われたんですよアメリカンシーアイランドコットンの T シャツなんて買ったことがないからしかも値段も高いからまあ、白だけ買った後が黒だけ買ったっていう人がライブ配信で全色買っときゃよかったっていう人がすっごい多かったんですね我々その再販可能ラインみたいなのを定めていて一定の売上にならないと再販をしないようにしてるんですねじゃないとあの例えば1000枚売れたのと100枚売れたのと単価が変わってくるんですよ我々 で受注生産だからあらかじめ価格を決めなきゃいけないのであの前回と同じぐらい売れるだろうなと思って設定するとガツッと赤字になったりとかするので、まあ、チャージアップって言って1000枚発注するつもりが100枚しか発注しませんでしたとかってなったら工場からチャージアップで金額上がっちゃったりするのでその辺の赤字黒字の計算をしながらやっていくからあの基本的にはあんまり値段を僕ら変えたくないんですね。円円円だったたものを2万ととか2万5千円とかにはななるべくしたくしい まあ為替の市場だっ,て為替だったりとか原材料の高騰とかでどうしようもない時はあるけど基本的にはあんまり価格を大きく上昇させることをあの進んではしたくないんですね。でもその発注量がねその買,う買ってくれる量が回数重ねるごとにどんどん減っていくんでそうすると当然値段って上げなきゃいけなくなっていくるんですよ。一番初めは1,000枚売れたけど次は500枚しか売れませんでした次は100枚しか売れませんでしたってなると当然値段も上がってきちゃう、ね。ジャ,ジャッとして そういうことが起こらないようにしなきゃいけないのでおそらくシーアランド・コットンのこの半袖今回最後なんじゃないのかなともちょっと思っています。 まあ状況わかんないし何とも言えないんですけれども多分これ3回目4回目やれるようなものではないかなというふうに思うので今回是非買い逃しなく4色しっかり展開してますのでおそらくメンズで使うよく使う色はあのこの4色なんじゃないかなというふうに思います。まあもうちょっと言うとねあのパープルだったりとかピンクだったりとか今っぽい色とか使ってもいいかなとは思ったんですけど白と黒とベージュとダークブラウンクラシックのダークブラウンと。 まあこの4色があれば大体どんな着こなしでもスラックスだろうとデニムだろうとカーゴパンツだろうといろんなテイストではめられると思いますので是非ですねこれは前回強く言えって言われたから言うけど前色行ってみてみください損はさせないと思います。 はい。というわけで、11月26日夜9時から発売ですね。MB アルティメットファブリックアメリカンシーアランドコットンカットソー税込1万7000円。27日、26日の9時から27日の11時まで受け付けております。また、26日の夜9時からはこちらの MB チャンネルの方でライブ配信もやっておりますので、ぜひよろしければそちらもチェックしてみてください。直接僕に質問ができるので、ぜひ発売時間の9時になったら、ここに来てもらうとライブ配信やってると思います。 はいというわけで今日はここまでアメリカン CR& のコットンぜひ見に来てください今月の目玉アイテムですねそれではまたお会いしましょう MB でしたバイバイ